場にお集まりの皆さん、こんばんは。京都よさこいで心意気です。これより披露いたします演舞は心意気2024年度演舞天下です。この会場をもちまして、私たち心意気12代目は引退となります。偉大な先輩方の背中を追ってがむしゃらに走り切ったこの3年間、思い通りにいかずに涙を流し、いろんなしがらみを抱えて、それぞれが自分と戦ってきました。13代目、14番目のみんな、今まで信じてついてきてくれて本当にありがとう。あなたたちが支えてくれたから、ここまで本当に楽しい時間を過ごせた。最高の舞台に立って忘れられない景色を見ることができた。これからはあなたたちが胸を張って心意気を引っ張っていってほしい。本当にありがとう。そして同期のみんなへ、前へ前へと、人それぞれ歩みは違っても歩幅を合わせて歩んできた日々はかけがえのない思い出です。何度挫折を味わっても諦めずに歯を食いしばりながら前へ進む姿はすごくかっこいい。間違いなく自慢の同期です。今まで関わってくださった全ての人に感謝して、最後のこの3分半、自分たちらしく今までの全ての思いをぶつけよう。精一杯演舞いたします。お手拍子、足拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。高台寺、今思いが花開く。
ございました。撤収。